横田めぐみは北朝鮮による拉致被害者、政府認定の拉致被害者。父、茂に抱き上げられる横田めぐみ、明るくほがらかな性格。歌ったり絵を描いたりすることが好きで、習字やクラシックバレエを習っていた。失踪前日の11月14日、父、茂の誕生日に、これからはおしゃれに気をつけてと言い,い、串をプレゼントした。 1977年11月15日、北朝鮮の工作員に連れ去られ、約40時間、北朝鮮に向かう船の船倉に閉じ込められた。お母さん、お母さんと泣き叫び、北朝鮮に到着時、出入り口や壁などを引っかいたため爪が剥がれそうになるほど血まみれだった。拉致後、1986年に結婚し、翌年の1987年に、 娘のキムヘギョンを出産。1997年1月21日、横田が北朝鮮に拉致されていたことが発覚し、平壌で生きているという情報が入る。2002年9月17日、第1回日朝首脳会談において、金正日が日本人拉致を認めて謝罪。北朝鮮側は横田を含む13人の拉致を認め、うち5人が生存。 ヨコタを含む8人が死亡したと発表。2004年11月、北朝鮮がヨコタの遺骨を提出。鑑定の結果、その一部からヨコタのものとは違う DNA が検出される。北朝鮮側は1994年4月に自殺したと主張しているが、審議は不明。 横田と面識がある元工作員の金研究によると、横田は工作員の日本語教育係や金正日、一家の日本語教師を務めるなど、金一家の秘密を知っていることが帰国させない最大の理由であるとの見解を示し、横田は現在も生きていると主張した。ありがとうございます。